皆さんこんにちは、オッキーです。どうしても食べたくなって作ってしまったストロベリーショートケーキ、先日焼いたふわふわのスポンジをケーキに組み立てるまでの工程をお見せします。スポンジケーキはこちらの動画でコツをたっぷりとお伝えしていますので、ぜひご参考にしてみてください。ところで、日本でいちごのショートケーキというと、生クリームといちごとふわふわのスポンジ生地で作ったこんなケーキのことですよね。でもアメリカでストロベリーショートケーキというとこんな感じです。そう、生クリームといちごは一緒でも、生地はふわふわのスポンジではなく、むしろサクサクとしたスコーンのようなビスケット生地。ビスケットにシロップ漬けしたいちごを乗せて、固めに泡立てた生クリームを乗せてというのが定番スタイルです。実はショートケーキの short という言葉にはサクサクしたという意味があるのです。パイ生地やクッキーの材料として使われることのある植物性油脂のショートニングも、サクサクした生地を作ることができるということでこの名前になっています。イギリスのクッキーショートブレッドも同様にサクサクとした生地ですよね。タルト生地などにもよく short bread crust というサクサク生地のレシピが使われます。でも今日は日本式のショートケーキ、スポンジは焼いた後ラップに包んで冷蔵庫で冷やしてあったので扱いやすくなっています。これをまず3枚にスライスしていくのですが、この時に焼く時に底だった面が一番上に来るようにします。底の部分が一番きれいに平らになっているので仕上がりがきれいになります。スライスしたり組み立てて飾り付けたりの作業をしていく時には、なるべく平たいお皿の上に後でどけられるように紙を敷いて、その上にケーキを乗せます。あればケーキの下に底板というか台紙を敷いておくと、後でケーキを別のお皿に移すなど移動させる時に扱いやすくなりますし、切り分ける時にお皿にナイフで傷をつけてしまうのを防ぐことにもなります。ではまず3枚にスライスします。ご覧のようななるべく刃渡りの長い包丁を使うのがおすすめです。切る時にはケーキをくるくると回しながら、まずは周囲にぐるりと目印になる線をつけていく感じです。一気に中の方まで切ろうとすると厚みが均一でなくなってしまいます。ここでのコツは、包丁の高さを常に一定にしてケーキを回しながら浅く切り込みを入れていくこと。どこに切り込みを入れるかはなるべくケーキの真横から見て判断します。3分の1の厚みと考えると難しいので、下からこのぐらいの高さのところという意識で厚みを決めるとブレにくいです。周囲にぐるりと目印の切り込み線をつけたら、同じようにケーキをくるくると回しながら少しずつ中の方まで切り進みます。ちなみに先ほど使っていたスライサーは刃が滑らかすぎて、このスポンジとは相性があまり良くなかったので、波場のパン切り包丁に持ち替えました。こうやって周囲から徐々に切り進み、真ん中まで切れたらスポンジをそーっと持ち上げます。次に残りの3分の2を2枚にスライスします。今度はお皿の上ではなくパーチメント紙の上に乗せてやってみました。同じように真横から見て切り込みを入れる厚さを決めます。ナイフを水平に動かしながらケーキの方をくるくると回して、周囲にぐるりと一周切り込み線を入れます。線がつながったら少しずつ中心に向けて切り進みます。はい、これでスライス完了。生クリームを泡立てましょう。さて、生クリームの泡立ての時に私が愛用しているのがこちらのベビー用のアイス枕です。
生クリームは冷たい状態で泡立てるのが鉄則なので、よく氷水のボウルの中に生クリームの入ったボウルを浮かべて泡立てたりするのですが、これはどうも安定しないし、うっかり水が生クリームの方に入ってしまって分離してしまうなんていうことも起こりかねません。保冷剤を使う人もいますが、保冷剤が硬いものだとボウルが安定しません。でもこのアイス枕なら程よい厚みと柔らかさ、ボウルを置いても安定するのでとても便利です。生クリームは最近はトレーダージョーズのオーガニックのものがお気に入り、ホライゾンのオーガニックのものも美味しくておすすめです。今回の動画では分量書きは一切記載していません。というのも、私が作っている時すべてこんな感じかなという目分量でやっていたから。ここでも生クリームやお砂糖の量はかなり適当に勘で決めています。なのでご了承ください。さあ、ではケーキを組み立てていきましょう。一番下のスポンジはお皿に紙を敷いて台紙を乗せた上に置いてあります。焼いた時にてっぺんだった面が下になっています。今日のケーキではまずスポンジにシロップを塗ります。そこにルバーブのジャムを塗り、その上に生クリームを広げ、いちごを乗せて生クリームで押さえて、さらにその上にスポンジを重ねるというふうにしていきます。まずはスポンジにシロップを塗ります。これは好みもあるので省略しても良いのですが、スポンジケーキは油脂分の少ない、どちらかというと乾いたケーキなので、シロップを塗った方が出来上がりがしっとりとしたケーキになります。シロップにはお好みでコアントローやキルシュなどのフルーツ系リキュールを加えるのもいいでしょう。今日はお砂糖とお湯で作ったシンプルシロップです。ハケでペタペタと全体に塗っていきます。この上にルバーブのジャムをのせます。このジャムは自家製です。ルバーブは北米では春が旬のタデ科の植物で、食用大王という野菜です。独特の酸味があります。先日ファーマーズマーケットでとても新鮮なルバーブを購入できたので、早速いちごとルバーブのパイを焼き、パイに使い切れなかった分のルバーブを他の果物などと一緒に甘さ控えめのさっぱりとしたジャムにしました。朝のヨーグルトに入れたりして食べています。爽やかな酸味がケーキの良いアクセントになりそうなので、ここでも使うことにしました。ジャムをスポンジの上に塗り広げます。次に生クリームをのせますが、組み立てに使う生クリームは結構しっかりと泡立てた硬さのある状態です。このぐらいしっかりしていないとケーキの組み立てがうまくいきません。オフセットスパチュラはこういう作業の時には欠かせません。私も使っているアテコのものが使いやすくておすすめです。生クリームを広げたら、そこにいちごのスライスを並べます。あまり端の方まで並べてしまうと、後で切り分けるときにうにゅっとはみ出してきてしまうので、縁の部分は開けておきます。そうしたらこのいちごを固定させるつもりで上に生クリームを塗ります。こうやってクリームで押さえることによってケーキをうまく重ねていくことができます。では2枚目のスポンジを置いて同じ作業を繰り返します。スポンジの上にシロップを塗って、ルバーブのジャムを塗り広げ、生クリームを塗ったらいちごを並べて、生クリームで閉じて、2段目が完成です。
最後3枚目のスポンジを重ねていきましょう。最後のスポンジは先にシロップをスポンジに塗っておいてから重ねます。焼くときに型の底に敷いた紙がまだついているので、シロップを吸って柔らかくなったスポンジでも持ち上げてひっくり返すことができます。ここで紙をそっと剥がして最後の生クリームです。上の面とケーキの側面にも塗ります。特に側面は段と段の間の隙間を埋め込むようにして塗りつけていきます。でも実はこれは下地の段階、これで完成ではありません。ここで一度固めの生クリームでしっかり全体を塗り固めることによってケーキが安定します。ここまでできたら、もし可能であれば一旦冷蔵庫で冷やすとさらに安定するのですが、ケーキが丸ごと入らないよという場合はすぐに次の仕上げに移ります。仕上げ用には先ほどよりもやや緩めに泡立てた生クリームを別に用意します。もし最初に固めに立てた生クリームが残っていたら、そしてケーキくずなどが混ざっていないきれいな状態であれば、それに生クリームを注ぎ足して緩めて使っても良いでしょう。そしてその緩めの生クリームで全体をもう一度重ね塗り、仕上げ塗りしていくのですが、なぜかこの部分の動画を撮り損ねてしまいました。まあでも容量は先ほどと同じです。オフセットスパチュラという道具を上手に使って塗っていきましょう。最後残ったクリームと余裕があれば、部分的にでも口金で絞っていくと一気に華やかな見た目になります。そして最後に下に敷いてあった紙をそーっとどかせば、お皿も綺麗な状態。最後にイチゴを飾って出来上がりです。夕食後のデザートに早速いただきました。これを食べたくて夕飯は少なめにしちゃいました。ふんわりしっとりのスポンジに生クリームといちごとルバーブのジャムで、とても美味しくて、結構大きなピースでしたがペロリと食べてしまいました。いちごもオーガニックのものでとても美味しいいちごでした。今回の動画は分量の記載などはありませんでしたが、ケーキの組み立てのコツを知る上で少しはお役に立てたのではないかと思います。このチャンネルでは私オッキーのニューヨークでの生活とアメリカンベーキングのレシピなどをご紹介しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。いいねボタンも忘れずに。それからご質問やリクエストなどもぜひコメント欄にお寄せください。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたねー。